新選組を抜けるつもりですか、斉藤君。土方、総司から話は聞きました。あなたがここに来た理由も本当の名前もすべて。I'm genuinely impressed that we actually kept you in the dark until the literal end of the game. 逃げんのかい、はじめちゃん。逃げる。せや。確かにはじめちゃんが新選組におる理由はのうなった。せやけどな。仲間残して一人で何もかも抱え込んで戦いに向かうんは逃げるっちゅうことや。人とつるまんと一人でやる方がかっこええ。せやけどそれじゃあかんねん。戦いっちゅうは誰かと一緒にやらなあかんねん。どうしてだ。人間大事なことをするときは誰かに見ててもらわなあかんちゅうことや。共に戦い、共に考え、共に悲しみ、共に喜ぶ。そうやって時を同じくすることで、事実は人から人へ伝わり、歴史は作られていく。せやから近藤局長は、最後まで新選組という仲間を捨てなかったんや。だが俺はこれ以上、新選組を巻き込むわけにはいかない。ここから先は坂本龍馬という一人の男としての戦いだ。You see, I have to be big and honorable and make sure no one else has to fight my brother but me. 新選組が戦う。それでええやないか。起きた。な、シンパチ。Besides, this ain't just about you and your brother. This is literally the fight for Japan's future. The Shinsengumi have a mission.To change Japan. And since fight your brother means change Japan, we gotta change Japan. Hijikata. So, in Sakamoto-san, Anata no Saito Hajime toshite no shigoto wa mada nokotte iru yō da. Shigoto. Kondo wa soko ni saigo no saku ga aru to itte ita ga.近藤勇は死んでも死なんか。Is he cool? That's a good guy. Okay, so I should probably say this, but it's actually Shigeki Baba who's supposed to be sitting, who's actually、had his actor's likeness、replaced by Xiao. It wasn't、Juki Han. あまり気持ちの良いもんではありませんな。今日はやけに饒舌だな、伊藤君。Oh, the boss fight with you is definitely coming up. で、今日は一体何の話なんです？新選組の今後について話そうと思ってな。昨晩の今日の大炎上。奉行所の方からお取り調べを受けた。新選組の仕業ではないかとな。まあそりゃそうでしょうね。だがしかし、あの大火事を起こしたのは十番隊隊長原田佐之助の独断によるものとしてことを済ませた。ふん、都合よ死んだやつに責任なすりつけるちゅうわけか。考えましてね。いや、実際私に掃除、長倉に斉藤君の4名は放火に関わっていない。放火に加担していたのは参謀の伊藤さんに原田の10番隊、それに武田さん、あんたの5番隊だけだ。
ああ。私たちは昨晩の局長からの指示が近藤さんのものではないと分かっていた。君たちは知らないかもしれないが、近藤さんは実際今日の町に火を放つ計画を持っていた。だがその計画を実行する際の合図がなかった。だから。Okay, so the reason we didn't do it is because we weren't given the go-ahead. 新選組の解散。それが。Okay, that makes a lot more sense. So it's one of you two, either Takeda or. 近藤さんは江戸遷都計画という計画を長年考えていた。だがその実現は新選組のごく一部の人間、自分が信じた人間とのみ行うつもりだったんだ。だから昨晩の放火は局長が指示したものではない。私たちはそう考え消火活動に当たっていたということだ。そうですか。That's just good. それは知りませんでしたね。責めるつもりはない。君らは放火が局長の指示と思い込み忠実に従ったのだろうからな。まあ参謀らしからぬ少々浅はかな行動とは言えるが。まあいい。それで今後の話というのは。山並、松原、谷、鈴木、源さん、それに佐之助、半数の隊長格を失い局長も不在の今、新選組をこのまま続けていくことは難しいと考えている。それは確かに。だから私は局長を、斎藤はじめ君に託そうと思う。何やと。斎藤君どうかね。慎んでお受けいたします。ちょっと待て。そない青な話やるか。何か問題でも。斎藤はちょっと前に入ってきたばかりの新参者やないか。そないな奴が局長やなんて納得できるか。新参者でもええやないか。はじめちゃんはここにいる誰よりも強い。強い奴が頭を張る自然の成り行きやないか。起きた。伊藤は一ついいかね、副長。何でしょう。確かに斎藤君。Yeah, he's not gonna let some snot-nosed pug roll up in here and just act like he owns the place. Not when we're still here. その局長は知識、教養、道徳、見識に長けた人間が務めるべきだと思う。それは一理ありますな。近藤局長はその全てを兼ね備えておられた。だがその局長が不定老死に切られ死んだ今、これ以上新選組の名を地に落とすようなことはできない。新選組次期局長はこの伊藤貸し太郎が引き受けよう。これは新選組を最後まで守った近藤さんの意志に報えるためだ。そうや、伊藤さん以外局長は考えられん。それはちょっとおかしな話ですな、伊藤さん。何がだ。私は近藤局長が死んだなどとは一言も言ってない。 Yeah, we straight up said he was missing. So only the person who killed Gondo would say Gondo's dead. さて不審な話だ。私は局長が不在だと言ったまでです。それは毎度のことだったはず。なのにあなたは死んだと言った。しかも二
帝老子に切られたという理由まで付け加えて。何を言ってるんだ君は。近藤局長は生きている。それとも伊藤さん、あなたは私たちが知らない何かをご存知だということかな。Kondo, you magnificent bastard. Not only did you know that Ito is trying to usurp control of the Shinjin-gumi from you, you left really specific instructions to get Ito to reveal himself as a traitor in the event of his death. ご安心ください。ここであなたが粛清されても新選組は続きますよ。近藤勇局長体制のままずっとね。まいったな。新選組を抜けるときは死ぬときだと思ってたのに、こんなお別れになるとは思わなかった。平助、今伊藤さんを殺されたらいろいろ困るんだね。平助。 Yeah, Baba, you too? Because that's actually supposed to be Baba, remember? Also, by the way,in the original, we're looking at Go Hamazaki and not Daisuke Kuje. さあ、ここを通してもらおうか、副長さんよ。てよく新選組を奪い取るつもりだったが、仕方ねえ。だが大使はまるっといただいてくれ。裏切る手はずも整えていたか。今日から俺らは五稜英二という新たな組織として独立する。新選組の役割はもう終わったんだよ、土方さん。金ならねえ組織に人は集まらねえ。Money. 残り少ない大使たちと一緒にせいぜい頑張るんだな。それじゃ。将軍との謁見に成功した龍馬と沖田を待っていたのは燃え上がる京の町だった。すべては手遅れだったのか、灼熱の京を龍馬は走る。そこで目にしたのは志半ばにして倒れた近藤の姿。そしてもう一人の坂本龍馬の命を受けて龍馬の前に立ちふさがる岡田伊蔵の姿だった。夜は明け、伊藤貸太郎一派と近藤派との対立は決定的なものとなる。そして新選組の敵五稜絵師となった伊藤一派、その中には藤堂平助の姿があった。
さて、これからどないするんや、トシちゃん。大使のほとんどは伊藤についていった。こうなったらもう新選組としてできることはない。しかしまさかあの平助までが俺らを裏切るとはな。土方、一つ聞きたいことがある。なんだ。近藤さんがあんたに残した策ってのは、裏切り者をあぶり出したあの幹部会のことだったのか。そうだが。なんや、はじめちゃん、なんか気になるんか。いや、伊藤はもともと野心を隠そうともしていなかった男だ。近藤さんなら伊藤の裏切りくらいとっくに見抜いていたんじゃねえかと思う。まあそれはそうやが、近藤さんの最後の策ってのはまだ他にあるんじゃないのか。どうなんやねん、トシちゃん。敵を欺くには身内からと思っていたが、致し方ない。入れ。What? No. My expectations were subverted. Because Baba wasn't the traitor after all. Saito. Yeah. Sakamoto-kun の読み通りだ。近藤さんも最後の策。それは伊藤を使い、もう一人の坂本龍馬をあぶり出すことにや。もう一人の坂本龍馬を。どういうことだ。土方、教えてくれ。近藤さんの策を。伊藤貸太郎が新選組を乗っ取ろうとしていたことなど、奴が入隊してきた時から分かっていた。近藤さんはそんな伊藤をわざと泳がせ、あの男がどの連中と手を組むのか見張り続けていたんだ。新選組の本当の敵を見極めるためにな。それじゃ、腹から伊藤は近藤局長にそのための道具として利用されていたというわけか。そういうことになるな。で、その見張り役が平助やったと。平助は司令官出身だが、かつて伊藤に軍学を習っていた縁もある。それで半年以上前から近藤さんは平助を伊藤に近づかせ、動向を探らせていたらしい。らしいって、あんたも知らなかったっちゅうわけか。ああ、しかし近藤さんって人にはつくづく驚かされる。何をどこまで考え。 That guy is basically Edo Batman. ごめんなさい、ね、皆さん。秘密にしてるつもりじゃなかったんだけど、言い出すきっかけもなかなかなくて。それじゃ東堂は伊藤が誰とつながっているのかを探るため、伊藤を守るような行動をと。ええ、あそこで皆さんに伊藤さんが殺されたんじゃ意味なくなっちゃいますからね。いや、大変でしたよ。銃撃つのなんて久々だったから。それで伊藤に繋がっとるっちゅうんはどこの誰やったんや。それが土佐の坂本龍馬って人らしいです。坂本龍馬。はあ、またその名前かい。ああ、でもでも、もっと大きな情報も掴んだんですよ。何や。近々、坂本龍馬は長州と薩摩の代表と大きな会合を持つらしいっす。伊藤さんがその調整役を仰せつかったって。
長州と薩摩の代表、桂小五郎に西郷吉之助か。なんだか大政奉還でしたっけ。それが成立しちゃったとかで、幕府を倒したいと思っていた坂本龍馬はかなり焦ってるみたいですよ。なるほどな。朝廷と新政府を作ろうとしている薩長のケツを叩き、なんとか幕府との戦争を起こさせたいということだな。日本中を巻き込んだ一大戦争を仕掛けるつもりか。でも伊藤さんの話じゃそれは表向きの理由ってやつらしくて、坂本龍馬の本当の狙いは別のところにあると。なんや、桂と西郷を暗殺するとかか。いや、そうじゃない。きっとあいつの狙いは薩長と幕府を戦わせ、互いに疲弊したところを勤王党の力を使って一気に叩く腹なんだろう。漁夫の利ちゅうやつか。しかし薩摩と長州もバカじゃない。そんな相談に応じるだろうか。そうなんすよね。だから伊藤さんも必死になって薩摩と長州を説得する方法を考えてましたよ。それに三者がお忍びで会える場所の用意もしなきゃならないって。お平助、それでその坂本龍馬は今どこにおんの。さあ、伊藤さんもそれだけは誰にも教えてくれないんです。例の薩長との会合が実現すればさすがに姿を現すと思うんですけど。そうか、だったら俺たちでその会合を実現させてやるんだ。え？それで会合の場にもう一人の坂本龍馬が現れるのを待つ。薩長との会合を餌にしておびき出すんだね。ああ、やつはおやさんを殺し、その資格を受け負った芹沢鴨を殺した。今度はこっちから仕掛ける番だ。だがどうやって三者会談を実現する。薩摩と長州が乗らない限り会合は開かれない。俺がやる。君が？どうやって？西郷と桂には面識がある。直接行って頼むしかない。はじめちゃんが？直接頼むやと。いや、それは難しいと思いますよ。どういうことだ？今伊藤さんの御領栄治たちが町中に溢れています。斉藤さんじゃ顔が割れすぎている。この状況で西郷や桂に会ったりすればこっちが罠仕掛けようとしているのが伊藤さんにバレちまいます。それ言うたらこの場にいる全員無理っちゅうことがいない。平助以外はな。だが大政奉還後西郷桂はそう簡単に会える人間じゃなくなっている。今じゃ帝から直接お言葉を賜るって身分だ。仮に平助が言ったところで彼らには取り継いでもらえんだろう。くそ、だが今動かねえと。あいつをもう一人の坂本龍馬を止めることはできねえんだ。どうにか御領栄治の目を盗んで西郷と桂を計画に引き込めれば。だが一体どうすりゃいいんだ。そいつは俺らに任せてくれ。ダテ中岡、さっき土佐から戻ってきたんだが話を聞かせてもらった。
役者は全員揃っているようだな。落とせにお龍まで、どういうことなんだ。ここは数日前完成したばっかりの新築の宿やどす。名は大宮。大宮。誰かさんたちのせいで寺田屋があないなことになってしまいましたやろ。一度騒動の起こった店にお客さんは寄りつきません。せやからこうして新しい宿を作っとったわけどす。それで俺たちをここに連れ出してきてどうする気だ。大宮はまだ営業もしてへん無名の宿。土佐と薩摩長州の方がお会いするには絶好の場所と思いましてな。ん？ここで三者会談を。おかみ、あなたは自分の言っていることの意味が分かっているのか。会合といってもただの会合ではない。我々の目的は襲撃なのだ。そないなことはもちろん分かってます。この大宮、煮るなり焼くなり好きにしてください。なんやて、暴れて傷つけてもええっちゅんか。お好きに。中途半端に傷もにするくらいやったらいっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらいや。取り壊す手間が省けて立て直しが安う上がりますさかい。何を考えてる。 Park, you're awesome right now.はじめは、いや、坂本様、この落とせ、資材のすべてを失っても構いません。せやから、この今日の町をお救いください。落とせ。三風呂が今日にやってきてから一年。今日の町は地で汚れ、切り捨てられた人の肉を食らわんとするカラスの鳴き声が止まないありさま。うちはそんな今日を見てられへんのどす。坂本様やない、そのもう一人の坂本龍馬がおらんようになればそれも全て終わりになるんでしゃろ。せやったら宿の一つや二つ惜しゅうありまへん。どうかこの今日のため、今日に生きる人間のため、決着をつけてください。顔を上げてくれ、落とせ。あんたのその願い、俺が引き受けた。この大宮で全てを終わらせる。全てを。坂本様、お龍、うちもおかみさんと同じ思いです。せやさかい、うちにできることなら何でも言うてください。それがはじめさんにできるせめてもの罪滅ぼしですから。わかった。ならまずその顔を上げて笑顔を見せてくれ。俺にとってはそれが一番かけがえのないものだ。
ない。Yeah, this is our new headquarters. よし、それじゃ舞台は用意できた。あとは西郷と桂をどう誘い出すかだが、西郷は俺が引き受ける。あんたか。今の西郷が一面識もない人間に会うとは思えんが。けど俺は五両英治とやらに面が割れてねえから、あんたらと違って目立たずに動ける。それに西郷には挨拶代わりのとっておきのネタを土佐で手に入れてきた。とっておきのネタ。ああ、もう一人の坂本龍馬を名乗る偽物の顔さ。ん？なんやこれ。フォトグラフってやつだな。どうだ龍馬、この顔懐かしいだろ。ああ、竹地半平太だ。誰やそれ。俺の兄弟分で土佐勤王党の名手、土佐で切腹したと言われている。 OK, he's like a brother to you. He isn't literally your foster brother. My god, the game was very vague about that. その人が私が知ってる坂本龍馬さんです。なんやて。せや、この人やった。はじめちゃん、お前この竹地が坂本龍馬名乗っとること知っとったんか。岡田伊蔵からそう聞いてはいた。だがこれが動かぬ証拠ってやつらしい。俺はこのフォトグラフを見せて西郷に会見を申し込むつもりだ。西郷はもうおそらく坂本龍馬の正体は知っているだろうが、薩長の関係者でも竹地が坂本龍馬を名乗っていると知る人間は少ねえはずだからな。これで西郷が話を聞きたくなる程度には興味を引けると思うんだが。ああ、悪くない。だが長州の方はどうする。桂は西郷と違ってどこに現れるかわからん。会う手段がない。一つだけある。イクマシという女に近づけばカツラに近づけるはずだ。カツラが秘密裏にやってる松の井という店の女将だ。以前その女を通じてカツラと会ったことがある。それじゃあカツラの方は俺が行きますよ。平助、俺ならある程度自由に街で動けますから。今のフォトグラフでしたっけ。その話もしちゃっていいですよね。せやけどお前には伊藤にこの大宮を進める仕事もあるやろ。せや、それにお前が桂に会いに行く理由を伊藤らにどない説明する気や。さあ、飲みに行くふりしてしれっと行ってきますよ。東堂、お前は今危ねえ橋を渡ってる。くれぐれも伊藤たちに気づかれないように用心しろよ。わかってますって。よし、では我々は日の落ちる前に豚所に戻る。伊藤たちの目を俺たちに引きつけるんだ。そうすれば中岡も平助も動きやすくなる。Okay. All right. We're done for the moment. I got some side stuff to do. Gear to craft. And I'll see you all next time when we formally, you know, do the thing.